新しい流れを生み出して。白石さん、やってみませんか。理由のない尾行。尾行。どこ行くの？まだわかんない。一人の対象を追いかけて人間とは何なのかを考察してみるんです。対象と接触してはいけませんよ。それはルールにしてください。ごめん、だけど今話せない。ただいま。なんか俺たちおかしくない？ごめんね、今論文のことしか考えられなくて。白石さん、ちょっと待って。パパ。優れた論文だと思います。逃げたって無駄なこと分かってるんだろ。嘘だ。陳腐だな。続けてください。この世界に満たされてる人間なんていないんだよ。私の深いところはいつも空っぽのまんまで、考えても考えても二重生活。